今のお気持ちはいかがですか。そうですね、まあ、嬉しいですね。もう素直にそれだけにして、うん、あの後、ね、深谷君と3番手固めてみました。まだ明けさせたではその準決勝戦のことをお伺いしていきたいのですが、まず組み立てとしてはもう考えている通りだったんでしょうか。そうですね、あの、まあ、基本的にはもう深谷に全部お任せなんで、深谷の作戦を聞いてるときに今日の展開だったので、深谷の思った通りに走れたんじゃないかなと思います。深谷さんの出来っていうのは後ろ走ってていかがですか。そうですね、はい、めちゃくちゃ強いですよ。まあ、出来っていうかあの人自体が強いですね。なるほど、わかりました。でもね、それをバッチリ追走して、ちょっと横の動きとかもありましたが、そのあたりはいかがでしょう。じゃあもう深谷が長い距離行って頑張ってくれてるので、なんとか最低限でもできることはして、頂点のラインから決勝差を出すんだというような気持ちになってますけど、最後ちょっと揉まれそうになっちゃったんで前踏んだんですけど、自分がもうちょっと上手ければなんとかできたのかなと思います。まあ、ちょっと悔しい、悔いの残る部分もあったかと思いますが。いや、悔いはないですよ。今のやれることはやったと思います。はい、すいません。話の補修で結果1着でもう満足だと、はい、うん、まあ、なんていうか番手でどこまでできるかっていうのもあるんで、満足って言っちゃうとまたあれなんですけど、結果は素直に嬉しいです。じゃあ、なんでしょう、その気持ちを持ったまま明日臨めそうですね。そうですね、勝負にシビアにいきたいですね。はい、3走して今の調子っていうのはいかがでしょうか。悪くないですね。前回と同じぐらいか、それから休みがあったので結構疲れも取れている感じだなというところですね。こう決勝戦に向けて修正点や対応したいことあったら教えてください。特にないですね、はい。今までですと、こう準決勝戦の壁になっていたかなっていうふうに見ていたんですが、今その壁を乗り越えられた要因っていうのはどんなところですか。深谷の頑張りでしょう。はい、もうラインの力ですね。はい、その通りです。はい、では決勝戦どう戦うか、勝敗を分けるポイントはどんなところか考えているか教えてください。すいません、なんか何もまだ考えてない。明日自然に湧いてきた気持ちで頑張ろうと思います。並び出る前ですもんね。そうです、それもあるし。はい、では期待しています。はい、では改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、いつも通りゴール戦まで一生懸命頑張ります。お待ちください。お願いします。